こんにちは、今日からは新しいシリーズを始めたいと思います。すでにあること、さらにもらえること、いただけることについてしばらく考えていきたいと思います。多くのクリスチャンはキリストにあってすでにあることをいつも祈りや自分の努力によって、さらに獲得しようとしています。こういう場面を想像してみてください。毎朝奥さんが起きるときにご主人に尋ねます。あなた、愛してくださいますか？一緒にいてくださいますか？確認したいだけです。あなたと今日も結婚していますよね？同じように毎朝ある子供が自分のお父さんに尋ねます。お父さん、僕を愛してくれる？一緒にいてくれる？ずっと僕のパパになってくれる？僕は本当にあなたの子供？少しありえない話ですが、多くのクリスチャンは神様が十字架を通してキリストにあってすでに成し遂げられたことを理解しておらず、すでに与えられた愛と恵みを祈りや自分の行動を通してさらにいただこうとしています。この簡単なテストがあります。普段の生活の中で神様とどのような会話をしていますか？また、その会話のどのぐらいの割合が賛美と感謝ですか？正直、本当の信仰生活は賛美と感動と感謝ばっかりのはずですよね。割合と言ったら、まあ9割以上ではないでしょうか。夫婦関係、親子関係のように一緒にいることを楽しみ、もっともっと愛し合うこと、知り合うこと、一緒に遊んだり、一緒に人生を分かち合うこともいくらでもできます。しかし、そのことは全部まず結婚してる、または、お父さんの子供として受け入れられている確信から生まれることですね。信仰の歩みにはもちろん波もあります。しかし数ヶ月間、数年間全体を見て、神様の安息に休んでいる心の姿勢から賛美と感謝と感動が、その多くを責めていないなら、神様に対する大きな勘違いを抱いているかもしれませんですね。信仰生活は神様の素晴らしさ、御言葉の約束、十字架の充実した働き、神様の無条件の愛などの感動、感謝と賛美ばっかり溢れる生活であるべきです。毎朝目覚める時から、あなたは神様のただ中にいます。キリストにあって、あなたは神様の恋の真ん中に置かれています。あなたは今からなんとなく神様の恋、キリストの勝利を得るのではなく、すでにキリストにあって恋をいただき、その勝利に立ち、一日中その勝利を経験することができるのです。どうぞ、少し心を静めて、この御言葉を聞いてください。そして一日中神様がすでにしてくださったことを感謝と喜びによって応答してください。あなた方はどんな賜物にも欠けるところがない。今やあなた方はあらゆる恵みと祝福とを手にしたのです。主の心にかなったことをするのに必要なあらゆる霊の賜物と力とがあなた方には賜っています。誰でもキリストにあるなら内側が全く新しくされます。もはや今までと同じ人間ではありません。新しい人生が始まったのです。この新しい出来事はすべて神様から出ています。神様はキリストイエスのお働きによって
私たちをご自分のもとに連れ戻してくださいました。そしてこの恵みによる神様との和解を全ての人に進める特権をも私たちに与えてくださったのです。キリスト様によってこの世をご自分と和解させ、その罪を数え立てずに変えて帳消しにしてくださったのです。これが人々に伝えるようにと私たちに委ねられた素晴らしい知らせです。命と信心とに関わるすべてのことは主イエスの神聖な力によって私たちに与えられている。